さんもお風呂入りましたか？ここは眠れない皆さんが集まるカフェシーパルシープです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え頑張ったお客さんたちでにぎわっています。ということで、まだ起きている皆さん、入店ありがとうございます。シーパルシープのお時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz、 アプリはリスンラジオ、マイチューナーラジオをジャックして放送しております。メッセージはのんのん ig9@gmail.com、 nonnig9@gmail.com までお待ちしております。 X でもハッシュタグシーパルシープをつけてコメントをいただけるととても嬉しいです。それではお時間まで私のんのんおしゃべりに皆さんお付き合いください。こんばんは、オーナーのノンです。なんかすごく天気が良かったり悪かったり、すごく読めない天気の日が続いていますが、お変わりなくお過ごしいただけていますでしょうか。今週もシーパルシープ始まりますじゃあ早速、第8夜のノンのおすすめは、もう8夜か、趣味。皆さん趣味何がありますか？いろいろメールをいただいてるので、後でまたそれも読みつつ、私の話もしつつ、私の趣味は最初の方でちょっと話したかもしれない、1話の自己紹介の回でちょっと話したかもしれないけど、ラジオを聞くことですね。一番は主に何のラジオを聞いてんだ、芸人さんのラジオが多いかな。なんか何のラジオを聞いてるとか言うの恥ずかしいからあんまり言わないけどまあ有名な大きいラジオ局とかのラジオをよく聞いてますね。それ以外にも結構趣味はいろいろあって、パズルとかもするの結構好きで、なんか結構細かいやつやったりして、なんか今私が求めてるパズルは無地のやつ、何にも書いてないやつを求めてて、セリアで売ってるらしいので、今いろんなメイクマンを回ってるとこです。名護にもなかったし、具志堅にもなかったから、あとは浦添なのかな、もっとあるのメイクマンって、わかんないけど、メイクマンの中にしかセリアないからさ、探しに行きたい。なんかセリアって食器が可愛いの知ってますか？皆さん超可愛いの、なんか醤油入れじゃない、醤油差し、あの小物の食器がめちゃくちゃ可愛くて、しかも100円なんですよ。いろんな色があって、いろんな柄があって、なんかね、あれが可愛かったです。なんだっけ、シマエナガ合ってる、白エナガ、シマエナガ、北海道にいる白いやつ、白い鳥のやつがめっちゃ可愛くて、私が一人暮らししたらセリアとかで安くてもいいから可愛いやつ食器揃えたいなと思いながらいつも見てますね。あとはトランプのゲームをよくしてます。私はなんかソリティアみたいな、ソリティアとはちょっと違うんだけど、シンプルモダンっていうやつで、なんかすごい左下に
行けば行くほど、なんか山札どっちだっけ、トランプがまあいっぱいあって、左下に行けば行くほどなんか一列にあるトランプの数が多くなっていくみたいな。動かせるのはなんか数字とか色とか記号とか関係なく、一個ちっちゃい数字の元に動かす。例えば一個大きい数字の元か、7を動かしたかったら8がなんか外に出てたらそっちに動かせるみたいな。超説明がなんかもう声だけじゃ難しいんだけど、まあ、そんななんか頭使うゲームが好きでやってますね。なんかだから逆になんかサバゲーとかなんかそういう感覚が大事なやつ、マリオとかもなんだっけ、クリボーとかに殺されちゃうし、私は苦手なんですよ、あれ超難しい。飛んだ先にクリボーがいるとかね、もう運動神経悪いのがバレてる。あと趣味、なんか中学生の頃とかは UV レジン、なんか UV で固める液みたいなのがあって、それでよく工作とかしてました。趣味という趣味はまあそれくらい、まああとは音楽聴くとか歌を弾くとか、絵をちょっと描くとかかな。大抵いつもラジオ聴いてるからもうラジオが趣味みたいな。あとなんかあるっけな、だからさ料理をさ、お菓子を作るのが趣味っていう人いいですよね。なんか私は作れないからそういう人のこといいなって思っちゃう。友達が一人暮らし始めてインスタとかによく上げてるのを見ると、あ素敵だなって思って見ています。聞いてるかな、これ見てますよ。いつもあなた美味しそうものを作って遊びに行ったら私にも作ってください。お願いします。なんかさ、私ができないことをさらっとできちゃう人ってすごい、自分にできないことをさらっとできちゃうのすごいいいですよ。なんかちょっとキュンとしちゃう、しないですか皆さんは。しない私だけ、まあそんなこともないよ多分、みんなするよね。なんかパズルとかをさやってるとさ、趣味で変な目で見られるんだけど、本当にみんな楽しいから一回やってみて。なんか最近私の一番下の弟がパズルにハマってて一緒にやってるんだけど、なんかね頭も活性化されるし、ま、それで私もまた最近なんかパズルの波が来てて、今まで一番難しかったというかめんどくさかったパズルはウォーリーを探せでね、1500ピースくらいかな、もっとあるかな、1500か2000くらいの超一つのピースがね、ちっちゃいちっこいパズルで、でしかもウォーリーを探せってみんなさんわかりますよね、その超細かいんですよ絵が。だからこのピースはどこに当てはまるんだろうっていうのを探すのが大変で、でも楽しかったりで一回完成したんですけど、またもう一回崩して今再チャレンジ中です。私の家狭いからおばあちゃん家のでそれで机1個ちょっと拝借して、ちっちゃいやつそこに広げて、なんかいつでも来たらできるようになってるから、おばあちゃん家に行かないとできないんだけど、そんな感じですね。私の趣味は本当にパズルね、自分と向き合ってる感じがしてめっちゃ楽しいんですよ。皆さんもやってみてください。自分の趣味がしっかりしてる人いいですよね。なんか
好きなものを大事にしてるなって感じで、私はそんな人好きですね。じゃあメールを読みましょうか。はい、じゃあ1通目はここには初めましてかな、ラジオネームナルトラです。ナルトラさん、こんばんスリープ、こんばんスリープ。先週の放送を聞きました。もちろん使ってもらって大丈夫ですよ。あれですね、あのこんばんスリープって言って、スリープっていうのはナルトラさんがやっているラジオ、やばい、飲めが出てこない、ごめんなさい。今めっちゃいない夜中だから活性化してないの。ムーンだよね、こんばんムーンだよね。思い出しました、フリームーンラジオねって思い出しましたっていうか、カミングアウトすると今インスタを見に行ってカンニングをしました。ごめんなさい、出てこなかった。フリームーンラジオね、フリームーンラジオ、まあ、私も出させていただきました。その説はありがとうございました。忘れるなんてごめんなさい。じゃあはい、先週の放送聞きました、ありがとうございます。もちろん使ってもらって大丈夫ですよ。やった、大丈夫だって。じゃあ皆さん、こんばんスリープって受けてくださいね。そして私がスリープって言うから OK。 よし、趣味いろいろありますが、昔からの趣味は旅行かな。いいな旅行、両親が旅行好きなので、小さい頃から日本中のいろんなところへ連れて行ってくれたので、自然に旅行が好きになりました。47都道府県すべてに行ったことがあります。すげー。その47番目に行ったのが沖縄、そして今沖縄に住んでいるという巡り合わせが自分でも面白いですね。じゃあ一番沖縄が良かったってことだ、ナルトラさんは。そうだよね、だって住んでるんだもんね。そういうわけじゃない、別に。違うか。47個全部に行ったことがあるってことは、単純計算で今や自分の県を抜いて46回は旅行に行ってるってことじゃないですか。あ、でもそっか、内地だと行けるのか、なんか飛行機に乗らなくても。私はもう県をまたいだら旅行だと思ってるんですけど、皆さん旅行の定義って何ですかね。やっぱ沖縄にいるとさ、県をまたぐには飛行機乗らなきゃいけないからさ。でも人によっては県境に住んでてとかあるじゃん。どうなんだろう。旅行いいですね。でも私まだね、学生だからあんまり旅行行ったことないけど、一人で行きたい。私いろいろ一人でするのも好きなタイプだから、意外と絶対お金貯めたら一人で旅行に行くって決めてるんですよ。どこに行こうか決めてないけど、全然東京とか繁華街とか一人で、この前横浜も一人で行ったし、したらなんか変なキャッチの人に声かけられたけど、まあそれもそれで、まあ、今度話そうかな。なんかいい体験でしたね。じゃあ次、ヤンポーさん、こんばんは。して趣味ね、よく聞いてよ。聞きます、聞くっていうか私が読むんだけどね。1ラジオかっこ FM 宜野湾、2ラジオ FM 小座、3ラジオかっこラジオ沖縄、4ローカルテレビかっこOTBQAB 以上、俺の趣味でした。ほぼラジオばかりですけど、ありがとうございます。メールほんとじゃん、4分の3ラジオだ。でも1番とさ、2番に FM 技能は FM 講座が来てるのは嬉しいですね、スタッフとしては。一緒だ、ラジオが趣味なの。いいですよねラジオって、なんかここに人はいないけど人と話してる気がするし。私もラジオ機能聞きますよ、たまに。
なんか沖縄のラジオ番組ってなんかやっぱ独特なんですよね。他のラジオ局と比べてやっぱ距離が近いというか、みんな方言で喋るからそうも聞こえるし、私もよく聞きますね、ラジオは。じゃあ次は、あ、これか。ふんちゃんこんばんにゃ、やんきちです。こんばんにゃメールくれたけど大丈夫なら全然大丈夫です。テーマ趣味音楽と映画の2択です。言わなくてもバレてるね、ヤンキチ、ヤンキチさん。そうですね、めちゃくちゃバレてますね。バレバレです。隠す気ないでしょってくらいだって私がスタッフとして FM ギノアにいる、その土曜日の17時からスターワールドチャンネルっていうチャンネルがあって、リオさんとエリさんっていう方がパーソナリティで、前半はゲストの方が30分くらい喋って、後半は私も一緒に入って、でそのリオさんエリさんと一緒に3人で喋るっていうラジオがあるんですけど、その中でエリさんの、エリさんは女優をしてて、エリさんの映画紹介、映画紹介一番ダメな噛み方しちゃった、ごめんなさい映画紹介コーナーがあって、でエリさんが紹介します。でその後にヤンキツさんが送ってくれてるメールの映画紹介コーのメールを読むっていうのが定番で、でエリさんがちょくちょくそのお仕事の関係でお休みすることがあるんですけど、その時に必ずヤンキッチさんは映画紹介のメールを送ってくれるから、もう毎週毎週欠かさず映画紹介コーナーをやってるっていう、エリさんいなくてもで私とリオさんは映画をあんまり見ないタイプの人間なので、もういろいろいつもへーとか言ってで絶対見たことがないから、ほとんどでたまに、あこれ見たことありますみたいなだからすごい映画を知れる機会になってます。ありがとうございます私もね、映画を見る習慣があまりないので、映画とかアニメとか漫画とかあんまり疎くて、そういうのに。だからね、話についていけないということが最近少々ぼちぼち出てきてるので、まあ有名なアニメとか見ていきたいよね。ナルトとかワンピースとかさ、全然わかんない。もうワンピースとか私8巻までは読んだんですけど、でなんかまだナミがアーロンに捕まってるところで終わってるからナルトとか最近なんか知りました、あれを、なんだろう、あらすじ、なんか忍者の物語っていうのは知ってたけど、学校の物語ってのは知らなかったから、えーって思いましたね。友達に教えてもらいました、いろいろ。なんかうん、そうそう、デスノートとかさ、なんだっけ、巨人、進撃の巨人とか、なんか流行ったやつをいっぱい知識を入れたい、でみんなとたくさんお話ができるようになりたいいつもなんか話についていけなくてね、困っちゃうからね。誰か、まあ、おすすめの漫画とかあったら私に教えてください。ちょっとマイペースすぎて読むのが超遅くなっちゃうかもしれないけど、そうね、本とかもあんまり読もうとは思ってるけど、活字を読むのがあんまり得意じゃないので、なんか読みたい本はたくさんあるんですよ、本当に。なのに溜まっていく一方ですね
今ね本棚を見ると名探偵コナンがある。コナンはね大好き。コナンは好き。あと背景もね好き。全部なんかアニメでやってるところはアニメで見て、そっから先は全部漫画で読んだなって感じかな。じゃあ一旦次のコーナーに行きますか。本日の店内 BGM。 このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、私の最近の音楽活動のお話をするコーナーです。早速本日の店内 BGM を紹介します。アイデリックリリックでシャイニングロード。皆さん お聞きになられているでしょうか。そうです、この曲は私が、バンドボーカルじゃない、間違えたギターボーカルを務めているアイデリックリリックというバンドの最近5月21日からリリースされましたシャイニングロードという曲です。この曲は1回出したんですけど、ちょっともう一回マスタリングっていうんですか、フィーチャリングは絶対違うあのいろいろ調整し直して出した曲になっていますので、まあ歌声とかは1回目と変わってない。多分1回目もねまだ配信されてると思うんですけど、まあ、どこが変わったかというのは皆さん聞いて聞き比べてのお楽しみなので、どっちも聞いてね。だから2つ聞いて2つよろしくお願いしますこの歌詞はねリオチさんが作ってくれたんですよ。初めて録音とか私経験して、すごい、私は声だけだったので、まあ、1回2回くらいしかあのスタジオに入ってないけど、すごい曲を出すってこんなすごい大変なんだって思いましたね。この撮り終わっても調整がたくさんあるし、お金もかかるし、もうみんなバンドをしてるって曲を出している人たち尊敬します。本当にすごい。私は本当になんかマスタリングとか全然やってないんですけど、だから見てていろんなことを考えながら調整して、コストとも商談だし、もうすごいですみんなだから皆さんたくさん聞いてください。よろしくお願いします。さて、そろそろシーパルシープも閉店の時間が近づいてきました。皆さんも眠たくなってきましたか。本日ものんのんしゃべりに付き合っていただきありがとうございました。来週はゲストが来ます。皆さんお楽しみに。それでは皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。